その美しさは生まれなかったと。そんなこと。耳を貸す必要はねえ。こいつはただの殺人鬼だ。キルゴール先生、どうか投降していただきたい。ここが無人島である以上、あなたにもはや逃げ場はありません。僕は世に必要とされるべき存在。邪険にされるのは心外ですね。ようやく追いついたか。七種の野郎はまだ見つけられていません。今パロが追っていると思うのですが。発見、発見。戻ってきたみてえだな。少女のようですが。いかん、あれじゃ獣の餌食だぜ。これ以上の犠牲は。
船長殿。足を気をつけてください。どうやら七種の罠のようです。近くにいるのか。ふらふらさまよっていたガキを捕まえておいて正解でしたよ。この子は大鳥か。なんて卑劣な人。船長殿、すぐに手当てを。それは無駄かもしれませんね。見たところ大腿部の動脈を切断した可能性があります。すぐに手当てしても助かるかどうか。そんなアドル、頼む。キルゴール先生を、ナナシを捕まえてくれ。船長殿。先の失血も手伝って気を失ってしまったようですね。カーラン教に続き2人目ですか。それでは僕はこれで失礼させてもらいますよ。やはり君が追ってきましたね。晴れ渡る夜空のように住んでいながら奥底に情熱を秘めた人、初めて会った時に直感しました。やはり君は僕の標的にふさわしい。次はアドルを手にかける気ですか。この先、この島で漂流者たちが生き抜くのは容易ではないはずです。脱出の可能性は果てしなく低く、絶望の果てに獣の餌食となるか、もしくは人の秩序を失い漂流者同士醜い争いを繰り広げるか。しかし船長の築いた漂流村やアドル君の存在は皆に希望を与えました。そして今は島からの脱出に向けて一致団結し始めているわけです。いやいや、大変に美しい。そんな矢先にアドル君や船長を失えば。考えただけでゾクゾクしますね。そのためにアドルや船長を。それだけじゃねえ。カーランのおっさんやあの女の子。先生、あんたは人としてやっちゃいけねえことをしたぜ。やってはいけないこと。はて、何のことか分かりかねます。僕は悪を背負う人間として当然の行動をしたまでの。それは、それの何が悪いのです。人は蹴る大地があるからこそ走って前へ進むことができる。物事が前へ進むには相反する2つの作用が必要なのです。善と悪、
二つが存在するからこそ人の世や歴史もまた成立する。悪が存在せず正しいものばかりの世界などありえましょうか。それにもかかわらず悪の存在は憎まれ、存在が許されることはない。理不尽だと思いませんか。なんて盗作的な。わしは根っからの悪い人間なんていねえと思ってきたが。僕も君たちと話し合って分かり合えるなんて思っていません。善と悪の闘争は必然なのですから。行くぞ。やるしかねえみてえだな。アドル、私たちはあなたを失うわけにいきません。心してかかりましょう。歴史に残るのは結果のみ。ならばこの僕が悪の歴史を切り開いてみせましょう。来なさい、術式開始です。さあ、はい、急がせなさい。切り裂け、交代だ。技の切れが真っ赤なんだ。切り裂け、参ります。どんなものですか。どうするか。あなたたちの悪子のなき協力は。キルゴール先生、あなたを許すわけには参りません。もう必ず取り押さえて罪を償わせてやろう。予想以上にやりますね。冒険家でしたか。ここまで手応えのある相手だとは。ですがこの島は悪にとってこれ以上ないほどの晴れ舞台。このまま終わる気はありませんよ。いかん、また逃げる気だ。光線のトラップ、うかつに動けませんね。くそ、なんて用意周到な。お楽しみは次に取っておくとしましょう。それでは。最後は予想外の決着だったな。さすがに複雑ですね。それよりアドル、すぐに船長のところへ参りましょう。あ、そうだ、
急ごうぜ。お前たち、アドル、その様子だと決着ついたようだな。船長殿の容体はどうなんだ？それは七氏の言う通り。すみません、致命傷のようです。そんな、なんとかならないのですか？落車さん、申し訳ない。皆さんを無事生還させるとっておきながら。そんなこと。船長殿、頑張ってくれ。互いに娘の待つ家に帰るって約束したじゃないか。サハドさん、すみません、約束守れそうにありません。なんてこった。アドル、すまんが頼みがある。皆さんを無事に生還できるよう、アドル、君なら。そんな。君というやつは頼んだぞ。
以上が本日のご予定となります。巫女様、連日の式典続きでさすがにお疲れではありませんか？ええ、少し。間もなく植樹祭を行う大峡谷へ出発いたしますが、まだ少しだけ時間がございます。今のうちに休まれてはいかがでしょう？ええ、そうですね。いろいろとありがとうございます。あなたも休んでください。一旦下がってもらって結構ですよ。かしこまりました。もし準備がよろしいようでしたら、後ほど私に声をおかけください。わかりました。よろ、苦しいのが続いて疲れたな。ちょっと周りを散歩でもしよっか。